皆さんこんにちは。出会った頃の組んでいてでおなじみの坂井紀子さん、異次元の若さを保つアンチエイジングの代償、治療したクリニック院長の言葉といったさまざまな謎について紹介します。まずは坂井紀子の経歴とプロフィールから紹介します。坂井紀子は日本の歌手、女優、個人事務所株式会社スマイル所属、愛称はのりぴー、堀越高等学校卒業、キャッチコピーはおキャンナレディ。1986年にアイドル歌手としてデビュー後、自らをのりぴーと名乗っていた。同時にヤッピー、いただきマンモス、ウレピーといった独特の言葉ののりぴー語も流行させ、正統派アイドルとは微妙に路線を隠したユニークな存在として、1980年代のアイドル界に新風を巻き起こした。デビュー当時のキャッチフレーズはおキャンナレディ。サンミュージックプロダクションオフィスニグンニーバに所属した後、個人事務所株式会社スマイルを設立し所属。1971年、福岡県福岡市生まれ。2歳の時に両親が離婚して父の実家である佐賀の寺で育ったが、幼稚園に入る前に父方のおば家族がいる東京に転居。その後、叔父が建てた埼玉県狭山市の家で小学校低学年まで育てられた後、実父の再婚に伴い福岡へ戻り、福岡市立大名小学校を卒業。父はその後再踊り事婚。子どもの頃は身体が弱かったため、福岡市立舞鶴中学校では部活に入るつもりはなかったが、警部から部活は入った方がいいと助言され、ソフトボール部の先輩たちに憧れて入部。当時ソフト部の強豪校だったためコーチの指導は厳しかったが、泥にまみれながら汗を流した部員仲間は囲碁一生の友となった。また警部は当時中洲で働いていたが、どんなに仕事で遅く帰宅しても部活に精を出す坂井のために朝晩の食事やお弁当を作って支えてくれたという。その後3年生時の1985年夏に9番左翼手で福岡県大会に出場し準優勝している。子供の頃から歌が好きで密かに芸能界に憧れており、1985年10月全国応募総数54,129名のオーディション企画、1986ミスヘアコロンイメージガールコンテストに出場。全国大会の特技の審査では、先の埼玉のおばが落語好きな影響で馴染みがあったことから、ハッピーを着て落語寿限無を披露した。グランプリは水谷麻里が受賞したが、坂井には法務賞が授与された。当コンテストには本来このような賞はなく、芸能事務所参入。実家の部長が坂井を見始め、彼女の才能を試してみたいとの希望で急遽用意されたものであり、このような経緯で坂井の芸能界デビューは決定した。同年12月、福岡市から上京した坂井はサンミュージック社長相沢秀吉の自宅での下宿生活を始め、学校も東京都内の中学校に転校。事務所の先輩である岡田幸子からは洋服を譲られるなど可愛がられた。坂井にとって初めての仕事としてテレビドラマ春風一番への出演が決定。1985年12月からその収録に参加する。同時期に雑誌桃子に登場し、桃子クラブのナンバー1482となる。1986年2月、堀越学園高等部芸能コースへ入学が決まる。クラスメートには沖本姉妹、工藤勇気、斉藤真希子、林千春、西村智美、渡辺美奈代などがいた。テレビでは同時期放送開始の TBS 系桃子クラブにレギュラー出演し、旗だりえ、白田あゆみと共に番組の中心メンバーとして人気を博す。この時期から坂井はのりぴーと自称、同時にのりぴー語を用いるようになった。1987年2月5日、ビクター音楽産業より男の子になりたいで、アイドル歌手デビューし、オリコンチャート最高6位と幸先のいいスタートを切る。1年間地道に準備活動をしてきたことから、すでにテレビラジオのレギュラーも持ち、結成前からファンクラブの予備軍も道とと、大型アイドルにふさわしいデビューとなった。女優専攻型アイドルが主流となっていた中で、アイドル歌手としては正攻法でいく正統派であった。歌手デビュー同期には吾妻かよ、秋山恵美、五十嵐泉、石田ひかり、伊藤千恵里、伊藤美希、小川典子、小沢夏希、工藤静香、
後藤久美子、白田歩美、立花梨沙、遠野さゆみ、中村ゆま、二藤優子、畑田理恵、早見正美、真由美道子、森高千里、森明、悠々、渡瀬巻、後ろ髪引かれたい、パンプキンなどがいる。2月19日 TBS 系音楽番組ザベスト10へも第10位に初ランクイン。同じく第9位デスターの浅香唯衣と2人一緒に当番組へ初出演を果たしている。以降1990年までシングル16作連続でオリコン10位圏内にランクインするなど、多くの歌番組、雑誌、テレビラジオ番組、イベントなどに出演する人気アイドルとなる。1996年3月には個人事務所 N コーポレーション設立、継母と共に取締役に就任した。同年属性の金華にも引き続き主演を務め、最高視聴率 26.4% を記録。ドラマ主題歌のシングル CD 鏡のドレスもヒット作となった。その後結婚出産を経た酒井は育児と女優活動を両立。2003年には伊藤忠商事とサンミュージックが設立した洋服ブランド PP リコリノのプロデュースを始める。さらに日中文化スポーツ交流年文化親善大使となってさまざまなイベントに参加し、当時の内閣総理大臣安倍晋三とも面会。また最高裁判所政策による裁判員制度の PR 映画審理に主演するなど、芸能人としてのステータスを高めていた。香港、台湾、そして中国と中華圏における酒井法子の人気は凄まじい。2024年7月13、14日に行われた香港でのコンサートでは約3万円のチケットが両日ともに即完売。来場客層は幅広く、20代のカップルや女性ファンも多かったという。その人気ぶりに酔いしれた酒井はステージ上で思わずこう叫んだ。こんなにもたくさんの人たちが私を待っていてくださったなんて、もう子嬉しくて泣いちゃいそう。年齢的にはマンモスウレピーと言える時期は過ぎているのだろうが、見た目は異次元の若さを保っている。酒井さんの顔立ちは中華圏の人たちにとって理想的。加えて20代の頃と変わらない3サイズ、50代とは思えない肌の質感など、異様とも言える彼女の美魔女ぶりは極東のファンを虜にしています。中国版 X であるウェイボーのフォロワーも18万人と現役アイドル並みの人気です。まるで美の象徴のように崇められる酒井、本人はさらなる進化に向け余念がないようで、8月上旬に究極の自然派アンチエイジング治療を受けていた。顔全体と手に繊維が細胞移植術という手術を受けたことをインスタグラムで明かしました。この投稿はすぐに中国語にも翻訳され、中国ファンの知るところになったといいます。同時に酒井さんの投稿した顔や手にびっしりと赤い斑点が見受けられる写真が物議を醸しました。実はこの手術は中国国内では簡単に受けられないもので、これが美肌の代償かと安全性を不安視する声も。憧れの酒井さんが紹介した未知なるアンチエイジングが今中国から熱視線を集めています。もっとも酒井はお化粧で隠せる程度では3日もしたらわからなくなりましたと説明していたが、実際のところはどうなのか。酒井が治療を受けた慶友形成クリニック院長の曽正浩さんに話を聞いた。繊維が細胞移植術とは細胞を使用した再生医療の一種です。具体的には患者さんの皮膚からコラーゲンやヒアルロン酸を産生し、肌をふっくらさせる繊維が細胞を採取、2ヶ月間かけて培養増殖させます。この細胞を注射で戻すことでその部位には肌の張りや潤いを作り出す細胞自体が増えるので根本的に肌が若返るのです。問題の赤い斑点は注射針の跡だという。どれだけ細い針を使用しても注射針の跡は残ってしまいます。長くて5日程度でしょうか。また注射針が毛細血管に当たると5ミリくらいの青タンのような内出血が起きることもあります。こちらも数日程度で治りますよ。稀なケースとしてこの治療が始まった頃には良かれと思って細胞を大量に注入した結果、肌が一部ボコッとなり戻るまでに半年以上かかってしまったという例はありましたが、今は注入量を一定にしているので安心してください。リスクがある以上、比
クリニックの見極めが非常に重要視されるわけだが、実はこの手術、効果が出るのは術後6ヶ月後からだという。年末にかけて酒井はマンモス美しくなることだろう。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。